私を誘ってくれてたろう。ん？取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか？ああ、俺も最後の方はなんか怖かった。それで、木戸は本当に出てくるのか？あいつには沙織さんの名前で隠しカメラの映像を送りつけといた。来なきゃネットに映像をばらまくって。なるほど、そりゃ来るしかねえか。で、カムロ町のどこに呼ぶんだ？バッティングセンター。もう杉浦と東が先行って周りを見張ってくれてる。どうした？よけに手回しがいいじゃねえか。大久保君の死刑が迫ってるからな、のんびりやる気はないよ。そうだった、俺らもそろそろ行こう。行くぞ。しばらく寝とけっての。行くぞ。杉浦からだ。もしもし。今車回してきたとこ、こっちのこと見える？ん？あれか。お疲れさん。東はもうバッティングセンターの中に行ってる。周りは今のとこ異常なし。木戸もそろそろ来る頃だよ。その後の段取りは？
木戸が来たらこのバンに乗せてシャルルに連れていくって。シャルル、東んとこの経営船。別にどこでもよかったんだけどね。そこで軌道を取り調べるってことでよかった、八神さん。ああ。ちょうど噂をすればってやつだ。マジで来たか。よし、行こう。なんでお前らがここに。なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です。いや、もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。あのビデオをどうする気だ。そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か。今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ。その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。厚労省の雇ったチンピラってとこかな。こんなのが町中にいんのか。ビデオを全部消せ、八神。もうあんたを守る奴はいないよ。ここには創薬センターでの肩書きも厚労省の助けもない。ずっとこの時を待ってた。私がいなければアドデックナインはどうなる。開発がストップするぞ。別にあんたを殺すわけじゃないんだから。ただ偉そうな態度はよした方がいいな。痛いのは嫌だろう。じゃ、行こうか。いやー、久しぶりだね。俺こういうの昔はよくやってたけどよ。まず裸にするのが兄貴流ですよね。人間一皮むきゃみんなこんなもんや。格
学者だろうがセンター長だろうがな。今ならまだ間に合う。早く私を離さないと。俺らにも殺し屋を差し向けますか。バカな、法に訴えるまでだ。そんなことされたら俺やけになってうっかりビデオを流出させちゃうかも。何？それが嫌ならアドデックナインの話だ。あんたの口から聞かせてもらいたいんだけど。ねえ、こいつからは何を聞き出せばいいの？アドデックナインの人体実験を示す証拠のありか、何が出てくるかは俺らの尋問次第だ。長くなりそうだな。交代で飯でも食いながらじっくりやるか。いつでも始めていいぞ。それともちょいと痛めつけてからにすっか。長くなりそうだ。交代で飯でも。私が何をした？君たちは何がしたいんだ？さっきバッティングセンターに来た連中は何だ？いや、それは。あんたはいつだって守られてるってそう言ってたよな。誰があんたを守ってる？早く言えや。今さらカッコつけんなって。ずっと私を誘ってくれてたろ。ん？取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。世界を救う新薬の開発者、その裏のゲスな一面か。こんなの流れたら孫の代までいい笑いもんだな。やめろ、頼むから。こんな、さっきバッティングセンターに来た連中は厚生労働省が雇った。この月だ。事務次官の一ノ瀬が雇っただろ。そうだ。そうですじゃない。そうです私が連れ去られたことは一ノ瀬さんの耳にも入っている。早く解放しないと、さっきみたいな連中がここに押し寄せてくるぞ。大丈夫、その時はここにいるオールスターで歓迎するよ。じゃあ次、3年前の事件のことだけど。はい。創薬センターで入院中のアルツハイマー患者が死んで、山の中から遺体で発見された。犯人とされたのは大久保新平。でも実際にはあれは正野がアドデックナインの人体実験で死なせた事故だった。あんたはそのことを知っていたな。あれ、返事がない。じゃあ例のセクハラ映像ネットに上げてくるよ。待ってくれ。だったら答えろ。起動。いつ誰からどう知らされた？ダメだ、話せない。話したら私はもう。だからちょっと待ってくれ。待てないよ。大久保新平の死刑執行が迫ってる。だからあんたがここにいるうちに全部引き出さなきゃならない。もしどうしても必要なら拷問だってやる。君は弁護士だろ。犯罪者になる気か？ん？俺を犯罪者にしたくないって？そうだよ。なら全部説明しろ。ここにあんたの助けは来ないんだよ。少しだけ時間をやる。俺が戻るまでに腹決めといて。軌道はもう落ちてるよ。多分今はどう立ち回ればいいか
頭ん中で計算してんだ。かもな。ちょっと一息入れてきたら、少し時間空けた方が木戸も帰って喋るだろうし、僕らでちゃんと見てるから。気使ってくれてんの？まあたまにはね。八神さんだけ昼からずっと動いてたでしょ。木戸のことは僕らで見てるよ。一息入れてきて。もういいの？八神さん。なら木戸のとこに行く？話す気になったか？3年前、ショーのアドデック9の人体実験で患者を殺した。あんたはいつそれを知った？アドデック9の記者会見のすぐ後です。ショーの本人の口から直接。あの時のことは今も思い出すと体が震えてきますよ。あいつへの怒りで。アドデック9が有効なのは今のところマウスに対してだけです。そりゃ分かっている。でも人体にだってきっとうまくいく。いえ、そうはいきません。何なんだ、めでたい記者会見の後だぞ。今日ぐらいそんな話いいだろう。本当にお前は無粋というか仕事バカというか。今日の会見には一ノ瀬事務次官も喜んでた。うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば。現段階でアドデック9の臨床試験を行えば被験者はまず間違いなく死にます。なんだと？なんでそんなことが断言できるんだ？大久保新平は無実なんです。あ？急に何の話を。あの判決通り彼はうちの入院患者を殺してなどいません。患者を殺したのはアドデック9なんですから。どういうことだ？あの事件はアドデック9の人体実験だったんです。私の独断で投与しました。なんだって？私は世界が待つ新薬を一刻も早く試したい一心で。投与した途端に恐ろしい悲鳴が上がりました。私はその口を両手で必死に押さえて。じゃあ君があの老人を。なんでそんなバカなこと。じゃあどうするんだ。今日あんな華々しい会見までやってアドデック9をぶち上げたんだぞ。それも私の名前でだ。今日会見しなければこのセンターは閉鎖だったはずです。なんで事前に何も言わなかった。言えばあなたは逃げたでしょう。会見は行われずセンターも閉鎖。世界を救う新薬もお蔵入りだ。でも私はアドデック9を作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。私には関係ない。なら私は降りる。心配ありませんよ。え？協力してください木戸先生。アドデック9が無事に完成しさえすれば何も問題はないんですから。そしてあなたはその開発者として名誉を歴史に刻み、富も手に入れられます。でももし今事実をぶちまければ
私もあなたも破滅するしかない。失うものが大きいのはあなたの方です。生野、お前は。生野が打ち明けたのはそれだけ？まだ他にもあったろ。生野は他にも人を殺してる。大久保新平を殺人鬼に仕立てるために、その寺沢恵美を殺したと。やっぱり知ってたんだな。おい、くそ。まだ話が済んでない。後にしろ。その後は何があった？生野が寺沢恵美を殺した後。あんたたちはもう全部分かってるんだろう。副署長の橋木を始末したな。私がやったわけじゃないって。橋木はアドデックナインの弱みを嗅ぎ回ってた。生野やあんたにとって目障りな人間だ。ただそれを何とかするには助けが必要だった。アドデックナインを守ることで利害が一致する味方、それが誰かといえば。カムロ署の黒岩だ。いや、あの頃私に警官の知り合いなんて。そうか。となるとそいつは。松金組の羽村だ。は？いや、あの頃私にヤクザの知り合いなんて。そうか。となるとそいつは厚労省の一ノ瀬だ。創薬センターを厚労省の天下り先として育て上げた官僚のトップ。そうです。私と生野は一ノ瀬さんに全てを打ち明け、助けを求めました。あの人は政治の表も裏も知り尽くした剛腕で有名でした。私と生野は意を決して、人体実験で患者が死んだことも寺沢恵美のことも打ち明けたんです。すると一ノ瀬さんはそれら全てを隠蔽し続けると即決してくれた。何があってもアドデックナインとその利権を守ると。だから橋木の口を塞ぐことにも躊躇はなかった。もともと一ノ瀬さんは橋木が梶平のスパイということも知っていたんです。その一ノ瀬の手配で羽村と黒岩が殺し屋として雇われたのか。ったく、クズがクズを呼ぶって感じだな。橋木が死んで、あとはアドデックナインさえ完成すれば全てが丸く収まるはずでした。しかし臨床試験をして、もしまた人が死ぬようなことがあれば新薬の完成は夢と消える。そしてセンターの存続もなくなり、それまで払った犠牲も全て水の泡になる。何言ってんの。犠牲を払ったのはあんたらじゃないだろ。あんたらが一滴だって自分の血に流したかよ。話続けてくれ。手をこまねいていた私とは対照的に生野は積極的でした。彼はこう言いました。アドデックナインを完成させるためには実験の失敗を恐れてはならない。そして成功するまで実験を続けるべきだと。さらにアドデックナインの開発を早めるため、生野は
極秘の人体実験ができる仕組みが必要だと言い出したんです。仕組み？もしアドデックナインがまた人を死なせてしまっても、それを隠せるなら危険を承知で何度でも実験は繰り返せる。つまり実験台の確保とその始末が速やかに行われる仕組みです。それができれば薬は必ず完成させると。それで凶霊界のヤクザたちを実験台に。一ノ瀬さんは正野のその希望を全面的に聞き入れたんです。私は正野が必要とする裏金の調達役でしかない。創薬センターには厚労省の予算が流れ込んできました。それを使って正野はカムロ町に秘密のラボを作らせたんです。秘密のラボ？人体実験はそこで行われてます。そのラボはカムロ町のどこにある？いや、細かい場所までは。私は正野と一ノ瀬さんの話をそのなるべく聞かないようにしていて。そこが殺しの現場だ。凶霊界のヤクザたちは全員その場所で殺された。そこになら何か証拠が残ってるはずだ。おい、本当に場所知らねえのか？黒岩刑事ならもちろん知っていたはずです。あんたと違って口を割る相手じゃない。それならラボの設置を指揮した人物がいます。誰なの？一ノ瀬さんの部下で、名前は石松。その名前確か羽村も言ってたな。殺しの仲介人だ。そいつはどこにいんだよ？カムロ町のミレニアムタワー、あの中に厚労省の支局分室があるんです。今夜はそこにいると聞いてます。何？支局分室って？正野のラボを管轄するためだけの部署です。表向きには存在しません。看板だって違う名前で出てます。そんなのがカムロ町に？まあとにかくよ、石松はラボの場所がわかるわけだろ。なら話は早い。ええ、また裸に向いて聞き出すんですね。いや、それよりいい考えがあるよ。ん？まずその石松さんを秘密ラボに向かうように何とか仕向けるので、僕らはそれをミレニアムタワーからこっそり尾行する。なるほど、石松に直接道案内させるってことか。でもよ、どうやってそいつをラボに向かわせんだ？あ、そこはさ、大丈夫、木戸が石松に電話をかければいい。は？俺らが正野のラボを嗅ぎつけたらしいとか、そんな風にさ。で、ラボの様子を見に行ってほしいって頼むんだ。それいいんじゃない？私が石松にそんな電話を？せいぜいうまくやれよ。出なきゃセクハラビデオをばらまくぜ。決まりだね。石松の特徴は？年は50代くらいで、グレーのスーツ、小柄で160あるかないか。ああ、いつも手袋をしてます。そんなおじさんたくさんいるって。他には？ネットで写真を漁ればわかるかもしれません。石松って名前だけで検索しろっての？いえ、そうじゃなくて、一ノ瀬事務次官の写真を探すんです。多分どこかで石松も一緒に写ってるのがあるんじゃないかと。なるほど、それなら少し時間をかけりゃ見つかりそうだな。じゃあ海藤さんと東はここで軌道を見張っててくれる？おう。僕は？杉浦は俺と石松の尾行こっそりやんのは得意だろ。
まあね。ならすぐに行こうよ、ミレニアムタワーに。石松の写真は見つけ次第お前のスマホに送ってやるよ。ああ、作戦開始だ。